はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。今回はね、妖怪学園 Y のね、新イベントね始まりましたので、Y 学園のねマップがあるんで、七不思議のね解決するマップなのかな。体育館の方へみんなで行ってみましょうということなんで、今回はね、隠しステージとかその辺をね、いきなりジバジンペだね。まあ出たらねレア妖怪とかもね、出てきたらやってみたいと思います。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、そしたらね Y 学園の隠しステージ1個目いきましょう。特にマタロウくんからは特にないね。じゃあ行きましょう。おう、コマ3だよくん。行きましょう。あれ何好きだったかな。コマさん、コマジロがねまたシャドウサイドと一緒になんかわけわかんない感じになっちゃったね。ソフトクリーム、アニメのねコマさんがまたしばらく見れなくなっちゃうけど、まあしょうがないか。でも今回ってでもこの Y 学園って七不思議だからね、どうなんだろう、そんなに実は長くやんないかな。映画で解決しちゃった七不思議もあるからね。こい、おー落ちなかった。さあレベルアップ。そうポップンジンペイがねまさかの Y ポイントアップがなくなっちゃったっていうね。さあ隠しルート解放、必殺技でとどめを刺す、隠されたルートが解放されたということで、コマさんではねまた今度ゲットしたいと思います。隠しステージはねなんと鬼丸リーダーシャドウサイドの鬼丸リーダーですね。じゃあ行きましょう。鬼丸リーダーのイベント何だったっけ、なんか久々にやってないね。あの呪老人とかの時と同じようなイベントだよね確か。ピゴンって早く倒すやつね。そば好き、一応もう持ってるからいいや。 S ランクだったんだね。シャドウサイドを思い出すね。いやでもシャドウサイドの再放送もうちょっと公式再放送終わっちゃったけど、まだねフォーエバーフレンズやってるんで、コロコロチャンネルねまだ見てない人は見た方がいいかなと思いますね。さあせっかくだからキュービーも使って、よいしょ。さあそば、そばって誰かもそば好きだったな。ゴルゴベーザだっけ、 X ですか。赤コインゲット、隠しステージといえばコインですね。キュービーねレベル上げていきます。攻撃力アップだからねいいんじゃないですか。んとポップンジンペイが使えなくなったのが痛い。あの3日間でありなのかなと思っちゃうけどね。はい、じゃあ次の隠しステージ行きましょう。はい、そしたらね隠しステージ2つ目かな、やっていきたいと思います。ボス戦と一緒なんだね隠しステージ解放がね。先輩は何か知りませんか。僕が学校を辞めた女子たちに呪いをかけたとでも。獣の匂いが、僕が先輩の本性を。なるほど、キュービーって先輩だったっけね。行きましょう。必殺技6回は使えないな。あ、しまった。はい、じゃあ行きましょう。よいしょ、なんか変なの連れてきてるよっていうのが
あれですね、今回ね。キュービーは、キュービー先輩は1万2000か。キュービー先輩、攻撃力アップなんですよね。よいしょ。さよなら。フィニッシュということでね、キュービー、本当のキュービーは体育館っていうよりはテニス体育館で対決はしないよね、映画ではね。はい、隠しルート解放、鬼マロリーダーを使ってクリア、隠されたルートが解放された。ということで上の方に行って、はい、バケーラがね、隠しステージなんで、もう早速ねやっちゃいましょう。よいしょ。とりあえず隠しステージ2までは種族制限ないんだね。バケーラはコマ3太夫。はい、じゃあ行きましょう。S ランクだよね。マグロ12399。 S ランクはちょっとこれゲット大変そうですね。マグロもあんまりない。まあただ絶品牛乳と違ってね、大丈夫かな。早い。あー、玉壊しきれねえ。来い。ただまあとりあえずね、隠しステージ2はクリアしましたと。黄色コインゲット。はい、これ隠しステージ2でした。じゃあちょっとゲットまでねやっていきましょうか。フィニッシュ。 OK、 ゲットしました。7回ぐらいやったかな。やっぱ S ランクなんで結構落ちづらいね。 Y ポイントはまあまあだね。でもね、おで強いやつ好き、強いやつの言うこと聞く。ということでバケーラゲット。 S ランク、特殊能力持ちですね。不気味だったんだ。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、キュービー先輩はね、恋愛禁止の呪いの犯人ではなかった。ああ、僕もこの呪いの次元で追っていたんだ。僕のせいで辞めた女子のためにも絶対に解決してあげたい。犯人探し、売り出しに戻ってしまった。これ結構映画の内容そのままだな。なあ、メデューサ見えてきちゃったけど、メデューサあれならね、どうすんでしょう。一応ごめんなさい。バケーラをねちょろっとだけ見て次行きましょうか。何の特攻だったっけ。イベントマップの全ての敵ダメージアップなんだ。化け猫パンチ、下から妖怪プニを消す。なるほど、強いやつが好きで陣平に取り付いている。なるほど、マップ特攻なんだね。はい、じゃあ最後5区ねやっていきましょう。はい、5区のステージのね、ステージ34でも普通がね出ました。うん、だからやっぱりボスステージとこの映画キャラ以外のところでは基本で、まあ今まで大体そんな感じだからね。うん、そんな感じで出るのかな。まあ、チップよいしょ。かけらだっけな、チップだっけな。イズナとね、
コマジロいたらいいんだけど、コップの悪夢だな。さあ落ちろ。なかなか落ちないね今回。なかなか落ちないね。大変そうなイベントだね。まあ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 頑張っていきましょう。ステージ34でもね出ました。31もね出たんで、まあまあまあどこでも出そうな感じですね。はい、そしたらね最後のボス戦いきましょう。5区 Y 学園、最後はね木村佳乃さんのメデューサレジェンド怨霊、功によって悲劇の最後を遂げた伝説が残っている、こいつの仕業恋愛禁止の呪いは、ということでエンラエンラは出てこないんだな。まさかこいつがねあの形にうに変身するとはね、ということでいきましょう。75以下だけどそんなの関係ねえって感じかな。ステージ45、まあここはねかけらも落ちるんで、まあイズナとねコマジオかな持ってる人はここで周回ってなのかな。29,343、まあちょっとねYポイント稼ぎの時はちょっとメンバーねもっと玉壊しの弱いメンバーがねいるんで、そいつをね使ってYポイント稼ぎはしたいと思うけどね。なんか心めっちゃ弾が落ちてくるけど気のせいかな。まあ本当は3発ぐらい打ちたいなっていう感じでね、レベル50とかそんな育ててないやつをね基本的には打ちたいなと思ってます。ちょっとこれ倒しちゃうかな、もしかしたら。おう、ああ攻撃力アップやるの忘れた。まあまあいいか。という感じでね、ボス戦まで無事終わりました。神経験値玉ゲット、レベルもここまでね周回だけで上がりました。ん？なんだこの道は。ここから新しい場所へ行けるみたい。ん？12月24日からということでね、多分12月24日はあのね筋肉マンの技を食らったやつが出てくるんじゃないかなと思います。ステージ45をクリア、隠されたルートが解放された。次へは24日ね。ということで隠しステージラストね。はい、ということでね、キュービリュウスケくんです。恋愛禁止の呪いは解決したが、強い相手が現れるかもしれない。今のうちに特訓するのがいいんじゃないか。変身。いつでもかかってきなさい。一応、ナインテイルはイズナとね。これ結構あれだよね。かなりの映画のネタバレだよね。必殺技に反撃。そして、必殺技による効果も無効化してくる。ということで、特殊能力をうまく使って戦いましょう。ということでね、ここは、プレイ条件があるんですけど、まあ、激ムズということで、まあ、ちょっとこれはね次の動画でやりたいと思います。キュービね、ナインテールか。はい、なんかもう一個がねあるみたいなんですけど一応隠しステージ解放やっていきました。レア妖怪はね一応私は40と34、そして31でね出ましたけどね、まあボス戦以外は出るんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、エマちゃん可愛いね、出てきてほしいキャラでね。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。